ちは災いのもと。そもそも山川の言わずにはいられない性格は、チームメイトとの間にもしこりを残してきた。球界 OB が明かす。下が回るだけに余計な一言で顰蹙を買っていました。私生活の乱れをあるコーチに注意された時にはあなたはホームラン通算何本打ったんですか?と挑発的に反論する場面もあった。それでも、許されてきたのは司法としての成績を残していたから。今回の騒動にしても、同情しているのはオリックスに FA 移籍した森友哉27や。日本ハムにトレードで放出された山田26ら数人の山川審判のみ。むしろ生成しましたよと吐き捨てる選手の方が多い。言われたの平石やろな。数人の山川?落合にはペコペコしてたので正否。同情してるのは共犯者ってマジ?朝ゲー。自分より数字上げた奴の言うことしか聞かないならガッペの元上とか下じゃないがなんてやってられないのでは。それ辻に言ってみてほしい。昔は奈良原に守備のミスを説教されて泣きべそ書いてたのに。いつの間にこんなに偉くなったのか。奈良原に同じこと言えるの?一理あると思ってよく考えたら反論になってなくて草。ソースは朝ゲー。森が同情してるってのが嘘くさい。こういう妄想記事を書くのが仕事の記者についた日密着してみたいわ。これダメだろ。誰も指導者できなくなるやつ。村上になんか言えよって4月思ってたわ。まあ別にあれは村上が何かしてたわけではないが、山川が言ったか知らんけど、森とか山田が同情してるって嘘やろ?さあ、皆さんはこの山川選手の記事についてどう思いますか?コメントぜひお寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。